はい親御さんや学校の顧問の先生がお子さんや生徒さんを指導される時に何をチェックすれば何が悪いのかが理解できそしてどのように改善していけばよいのかといった点を整理できるようになっていく動画をお届けしたいいと思います今回の動画ではフォアハンドフォアハンドの打ち方でどこをチェックすれば何が問題なのかが分かりどのように練習していけばよいのかといった点が理解できる動画 をお届けしたいいと思います前回の動画では構え,の形構えの形をチェックするポイントについて解説しましまた今回の動画では2つ目のポイント打つ前や打ち終わった後に軸がどうなっているかといった点をチェックしそしてそれを修正していくための考え方や方法を解説したいと思います。 テニスの動きは基本的に体の軸を回しこの軸を回す動作で体の回転を生みそしてその力をボールに伝えていきますですのでこの軸が折れたりしてしまっては体を回しに行きづらくなってしまいますですのでこの軸がしっかり立っているかどうかというのはスイングがうまくできているかどうかというのをチェックする非常に大切なポイントですそしてボールを打とうとうする時に しっかり体で回せている方もそうでない方も基本的にはこのボールと軸このボールと軸との距離感は常に一定になるように打っています例えばですが打点が前すぎるときにはおそらく軸がこのように倒れて打ってしまっているでしょうですので軸が不安定になったり軸が倒れたりしてしまっているケースはほとんどがボールとの距離感がずれてしまっているケースです ボールとととの距離感を合わせようううしして、て軸が折れてしままいう理由になります。例えばボールが前すぎた場合はここで軸を回すとラケットにボールが当たらないので体が無意識のうちに軸を傾けラケットにボールを当てようとします。打点が体より後ろの場合は軸がここだと体を回しても振り遅れてしまうのでこの軸を後ろにずらすことによって長字を合わせようとしているわけです。 ですので軸がブレてるとき軸が前に倒れたり後ろに倒れたりしているときはボールとの距離感を合わせようとしているという点を理解してください。そして基本的には常にこの軸が倒れながらボールを打ってしまっては体を回す力をうまく使えないので常に軸が立った状態でボールとこの軸との距離感が一定な状態でスイングが開始できるようにしてみましょう。 はいこの課題を解決するためにはまず素振りをして自分の軸と打点との距離感これを確認していくようにしましょうそのままボールを打たずにスイングしていった時に軸がしっかり立った状態で体を回すとラケットがどこを通っていくのかこれを確認してみてください私であれば軸が回った時にラケットがここですここが打点になりますこの 打点とこの軸との距離感この距離感が作れれば軸が立った状態で体を回せるわけです。ままずこの距離感を確認するよううにししてみましょうそして確認できたらボールを実際に打っていきそして打ち終わった後に軸がどうなっているかこれを確認してみるようにしてください。これがもし前傾であれば前すぎ後ろに傾いていれば後ろすぎあるいは右に傾いていれば遠すぎといったことになります。 ですので実際にボールを打っていくときは打ち終わった後のこの軸の形これを確認して打つ前に打点との距離感がどうだったかといった点をフィードバックして考えてみるようにしてみてください。はい、次回の動画ではフォアハンドの3つ目のチェックポイント腕がしっかり振り抜けているかどうか。 この点について解説をしていきたいと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。